は52年のブラックガードと66年のダイレクトロを比較しています。弾いたことない人にはむちゃくちゃな無意味な比較やと思うんですけど、結構音が近い気がするんですよね。ブラックガードに似てる音のテレキャスターってカスタムショップもナチョも散々弾いたんですけど、この音はなかなかないんですよね。これはヴィンテージに詳しい知り合いとかに弾かしたり、近いぞと言ってたんで比較していきます。シルバートーンの方がハイが出るんですよね。ちょっとウッドブリッジなんですけど、なんかこっちの方がハイが出る。ヴィンテージトーンのっていうと、これも十分通用するいい音してると思うんですけどね。全く一緒ではないですけども、結構フロントでのローの豊かさ、伸び、ツヤ、なかなか近いんちゃうかなと思うんですけどね。もうちょっと弾いていきます。ブルースドライバーで歪ましていきます。
対する反応とかもすっごい近いんちゃうかなと思ってるんですけどね。